はい。よろしくお願いしますえ。今回はフォーカスゴールドとの連動企画。チャプター0も入れると第4弾になりますかねで。今回のコーヒーブレイクのテーマは失敗を生かすです。これについて話していきます。で先に皆さんに伝えておくとですね、ま、軽く穴埋めにはしてあるんですが、今回言われてみて、いや、そりゃそうでしょっていう話です。 皆さんもすでに分かってるということがほとんどだと思います。ですが、なんであえて今回このテーマを設定したかっていうと、まあ、今時期的な問題もあるんですが、ちょうど国立のね、えっ、ー、と、共通テストが終わって、国立の2時の前になっているので、まあ、そこに向けた、あの向けて届けたいっていうところと、で、最後のこの青枠、ここありますよね。 で、この中まだ穴目なってますが、この中はフォーカスゴールドのその中に、コーヒーブレイクっていうね、このコラムのコーナーの中に、本当にあった文章をまあ抜き出してるんです。で、どうしてもこれを伝えたかった。この動画では。で、これも言われてみれば、そりゃそうでしょって話なんですけど、そこも踏まえてもう一回、 なんか、えっ、ー、と、いっぱいいっぱいになってる時って、どうしても人は視野が狭くなります。なので、そんな時に皆さんにこの動画がね、ちょうど触れることができたら、もう一回視野を広げて、落ち着いて、今やるべきことをこう考えるきっかけになるんじゃないかなと思って、今回このテーマで喋っていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。で、まず最初に大事なトピックなんですが、まあ、ほにゃららを大切にすると。で、先に言って、俺も言っておかなきゃいけないんですが、ここ、本当は間違いなんです。 あの、コーヒーブレイクの中では、間違いを大切にするって言葉が書かれてるんですが、今回、ちょっとあえて言葉を変えます。え、ミスを大切にするという風にさせてください。ま、失敗を大切にするとかでもいいんですけど、あの、間違いだけだと、結構その、問題解いててね、間違っちゃったなんでだろう、それを大切にしてね、と。ね、そういうのを意味合いになっていくんですが、これって、失敗を生かすって別に問題だけじゃないと思うんですよ。あの、ちょっと意味を拡張したくて、もう広く言うと、 人生とかでも、例えばミスってあるわけですよ。失敗もあるわけなんですよね。そういったとこにも、え考えをこう派生できるんじゃないかなと思って、あえてミスを大切にする。大切にしていってねっていうスタンスを、あの、皆さんに伝えたいと。で、まず1個目。これはちょっと問題寄りになるんですが、なぜ解けなかったのかっていう、分析。まあ、これは絶対必要ですよね。そうだよねって思いますよね。まあ、分析は大事なわけです。 なぜ解けなかったのか、なぜ失敗したのか、なぜミスをしたのかっていう。例えば自分は国立大学までやったん、えっと、受験したんですけど、前期をですね、ま、体調を崩したんですよで。試験を受けている時に、もう落ちたことが確定しました。あの、解き終わるまでじゃないですよ。もう解いてる途中で確定したんで、そういった前期受験を、ま、したんですがで、それもなぜそうなってしまったのかっていうことを、ま、分析する必要があるわけです。 ミスした時っていうのは。で、こっちはですね、ちょっと数学の問題寄りになるんですが、じゃあその数学の問題、なんで解けなかったのって考えるときに大事な観点があって、まず、知識が足りなかったのか、その原因ですよ。原因。知識が足んなかったのか、ひらめき力が足んなかったのか、ケアレスミスだったのかって、一つの、えっと間違い、問題が解けなかったっていうことに関しても、理由は違うわけです。 で、ここをちゃんと分析しないと、対処方法が間違ってたら次には繋がらないんです。だからまずこういった観点を持ってください。もっと細かく分ければね、まだありますが、主にこれです。で、解けなかった時に、じゃ知識が足らなかった、公式が出てこなかったとかね、っていう場合は単純に何をすればいいかって言ったら基礎ですよね。基礎学習をそこからやっていきましょう。間違った問題のところの、例えばワークに戻ってもいいし、まあフォーカスゴールを使ってもらっても構わないですが、基礎問題にまずやっていくと。 で、その時にセットで類似問題。まあ似たような問題もやっていくとさらに知識が定着しやすくなります。ただから知識が足りない時は、まあこれはね、まあ、基礎学習から始めてくれと。で、次、ひらめきです。まあ数学は問題によってはね、ひらめきが必要なものもあるわけです。図形問題とか特にそうですね。その補助線を引く時とかね。で、ひらめき力に関しては基本的に私は経験値の差だと思ってます。 問題をどれだけこなしてきたか。いいですかと、解いてきて定着してきたかっていうところが大事です。まあこれはちょっとこっちの話にも繋がっていくんですが、なので、ひらめけなかったなと思ったら、もちろんその間違った問題を何度も繰り返して、そっか、ここでこれやるのか、とか、この公式使うのか、この補助線か、ってね、いうところは大事になるんですが、まあ類似問題をいっぱい解いてください。たくさん解いていって、経験値をどん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 積み上げてレベルを上げていくんです。 いっぱいやればやるほど選択肢が増えます。人には。選択肢が増えると、ひらめきやすくなります。なので、ひらめきが足んなかったときは、類似問題を攻めていくと。で、ラスト、ケアレスミスです。でも、これは、うっかりだから、まあ、次は大丈夫っしょってやりがちなんですけど、大体ミスったときは、次もミスります。対処しなければ。だから、反復する。まあ、これはね、ミスった問題を何度も反復しましょう。で、もう一個、自分が大事にしたいのが、まあ、ケア、本番でね、 しちゃったケアレスミスはさ、もうズーンってなるしかないんですけど、普段問題集解いてる時、は、まあ、もしとかね、の時にケアレスミスを起こした時は、情報を収集してきてください。もうラッキーなんです。何かっていうと、ケアレスミスっていうのは、大きく言えば、ミスしやすいところの傾向はあります。例えばこういう問題の時に、こういうミスはね、子供たちしやすいよね、みたいなことはあるんですけど、やっぱり個人差があるんです。個人差が。 だから A さんのケアレスミスをしやすいところと B さんは違うわけです。さあみんなのケアレスミスしやすいのはどこだいって言った時に、あ、自分はこういう問題でこういうケアレスミスをするんだっていう情報をストックしとけば次に類似問題を例えば本番とか出てきた時に、あ、これそういえばああいうのでミスってるから気をつけなきゃなとか、あ、こういうミスしたよなって思っておいたら絶対同じミスしないからね。 だって、落とし穴分かってるのに、落ちに行かないから人は。そう。だからそういった意味でケアスミスがねあった時には、情報収集できるチャンスじゃんと思って、しっかりメモしておきましょう。いいですか、まあ、こんな感じで分析する。まあ、分析してまあ対処ね。仕方もちょっと入りましたが、で、その次。まあ、分析したら対処が一つやっと必要になるわけです。で、対処するときにちょっと大事な思いをね、一つ持っててほしくて、それがこの言葉、一つずつです。 一つずつ。なんかすごいシンプルな言葉なんですけど、例えばですね、まあ問題をミスした原因にしても私がね、まあ人生においてやらかしたものもそうですけど、理由、原因っていうのは意外と複合的でこんがらがってることがあります。例えば、こうやってね、黒の糸、赤の糸。 青の糸とかが絡まってるわけです。いろんな原因がぐちゃぐちゃぐちゃって絡まってるんですよ。それを同時に全部綺麗にね、と落とちちゃった。綺麗さっぱりやろうと思ってもなかなかうまくいかない。やればやるほどできる気がしない。これがね、スッキリする。こうやって一本一本ほどける感じがしないんですよ。だから、一つずつ、一本ずつほどいていくしかないんです、原因は。だから、原因がいろんな理由を思いついたとしても、まずは何をやればいいのかなって。 同時並行ってすごく難しいので、その観点は絶対持っておいてください。いいかな。で、あと2個いきますよ。まず1つ目。ほにゃらの気持ちを大切にと。これはですね、なぜです。なぜ。で、これ、模範解答を自分自身って書いたんですが、まあ、なぜって気持ちは勉強してれば基本的にあります。みんなあるんですけど、例えばですよ。えー、問題集やってて模範解答、解答を見た時に、あ、そっか、こうやって解くんだ。ふーんふーんって思うじゃないですか。そこで思ってほしいんです。 なんでこうやって解いてるんだろうって。なんでこの公式使ってんだろうとか。え、これって本当に模範なのみたいな。そういった観点で大事なんですよ。で、これは自分自身もそう、あと同じで。例えば普通に解けた時、いいですか、問題集、解けた問題に関しても分析をしていきます。まあ、特に自分はそうでした。なんで解けたのかなっていうね。この観点も大事。例えば、 えっと、高校の数学とか、中学生でもね、難しい問題とか,とかだと、解答めちゃめちゃ長いのあるじゃないですか、途中が。で、こうやってね、いっぱい書いてあるわけですよ。ここでこの公式、この公式、みたいな。その時に、できなかった問題全部確認しますよね。あ、そこうやってやっていけばいいのか、みたいな。でも、その時に思ってほしいのが、これは本当に完璧なのかなっていう、一種の疑いの目を持ってほしい。 何をしてほしいかっていうと、自分だったら、ここの一行なくてもいいんじゃないかなとか、もちろんカットしちゃいけないとこカットしちゃダメですけど、あとは、ここの途中式はちょっと丁寧に書きすぎだから、自分はもうちょっと省略してもいけるな、時間短縮になるし、みたいな。もちろん模範回答は模範です。だからね、模範だから真似すれば絶対丸がもらえるものなんですけど、皆さん自身に完璧100%フィットしてるかはわからない。 だから常に、なぜっていう、模範解答にしても自分自身にしてもそうなんですが、その気持ちを持っていろんなものに向き合っていくと、常にもっといいものがあるんじゃないかな、もっとアップデートできるんじゃないかなっていう視点を持って生きていくことができます。だからこれは問題だけじゃなくて、生きていく上でもそう。いいそういった気持ちを大事にしてください。で、最後。これが、えー、できた気です。できた気を侮らないと。 特に数学はそうですね。あの、模範解答とか見てね、あ、OK、そっか、わかったーって気になりやすい。で、これをやってしまうとですね、ミスを起こした時に、ミスっていうのは絶対対処をして次につなげればいいんですよ。失敗は成功のもって言葉がありますよね。あれは間違ってない。絶対事実だと思ってる。大事なんですけど、ミスで一番やっちゃいけないのって、2回連続のミスなんですよ。 以前ミスったものをもう一回ミスった時にやったもの全部が全否定されます。自分の中で。あ、無駄だったんだなって。で、これが人のモチベーションをすごく下げます。だからミスの後の対処をして次にもう一回披露するときがすごく大事なの。だからそれをね、このできた木がめちゃめちゃ邪魔をします。対処をしたつもり。でも OK。ちょっとした油断ですよね。 が出ててきたことによってミスがしっかり対処ができてなくて次に活かせない。活かせなかったから、あなんだよ。無駄だったじゃん。俺ダメじゃん。私無理だよ。みたいなね。ことになってしまうので、できた気っていう部分は人には絶対あります。油断として。だけど、そこの部分を常に気を張っておく。ね、その意識を持っててください。 では、わって話してきましたが、今回ね、紹介したかったフォーカス語の文面、書いていきましょう。ほにゃららを経て、そこからたくさんのことを、ほにゃららかという。で、これ何かっていう、そのまま全く同じで書きますね。で、これは、ここでずっと喋ってきたことと同じですけど、まず何を経ていくかっていうと、いかに多くの失敗を経て、たそこからたくさんのことを、 学ぶかって。そりゃそうでしょって思ったでしょきっと。<laughs> ここまで見てくれてるみんなだからねで。なんでこれあえてやったかっていうと、私ね、びっくりしたんですよ、正直。今回フォーカスゴールドね、このお仕事するんでいただいて、まあ読んでたわけですよいっぱい。その中で、そのフォーカスゴールドっていうその参考書よ。参考書、大人気参考書の中に、これをドンって書いてあることがすごいなと思ったんです。いいんだよ、失敗してって。いいんだ、いっぱい失敗しろって書いてあるから。失敗しなって。 で、そっから何を学ぶか。それが大事なんだって。だって人は生きてたら失敗するもん。失敗しない生き方なんてない。そう。だから、それをどれだけ学ぶか。で、学ぶためには分析が必要だし、そっから対処方法を考えていくことが必要じゃん。それを実行することが必要じゃん。でも、それができたからこそ、次に、レベルアップしたら自分に会えるわけなの。 なので今回、もしね、今こう、まあ見た時期はみんなによって違うと思うんですが、例えば受験前でちょっと切羽詰まってる時期とかにもしね、見てくださってる方は、自分のできてないこととか、自分が成長できてないんじゃないかっていっぱい悩むと思う。自分の成長ってなかなか見えないからね。でも、この動画を見てる時点でもそうだし、毎日努力してるからきっとこの動画もクリックしてる。必ず努力をしてる。前に進めてるんだ。それが今回この動画で伝えたかったことなので、あの、ありがとうございました。<laughs> ここにごし、あの、お付き合いいただいてね。 はい。ということで、今回は、えー、フォーカスゴールドの失敗を生かすというテーマでやらせていただきました。まあ、受験前の方、限定のね、話になってしまいますが、ぜひ、あの、ご自身のことを信じて、自分のやり方、えっ、ー、と、気持ち、思いすべてを、その受験会場にぶつけてきてもらえたらと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイ頑張ってね